では続いては部活中継です。今日はですね、向こう側女子大学附属中学高校からお伝えするんですけども、場所はですね、大学の施設からお伝えいたします。それでは呼んでみましょう。ブルーウェーブのお二人お願いします。はいはいはい、どうもどうも、ブルーウェーブです。お願いします。お願いします。今日はですね、向こう側女子大学附属中学校高等学校の機械体操部の方にやってきましたということで、はい、中学高校合わせて16人で活動してるらしいんですが、はい、練習風景一旦見ていただいていいですか。こちら、うん、見てください、すごい柔軟性。痛くないのこれ。すごいよこれ。すごい。本当に足開かない。左のロープがあるんですが、いやロープ、はい、こちらロープ、こちらなんと手の力だけで上がってるんですよこれ。サスケのファイナルでしたね。いや、すごいよこれね。そうですね。いや、素晴らしいこちらね。いや、西澤さん、機械体操ってそもそも何するか分かりますか。ロボットの機械じゃないか。そんな1個目のお笑いするかね、ここに来て。いいじゃないか。いいじゃないか。まあまあまあ、ということでね、はい、機械体操部の活動を教えてもらいたいと思いますので、木下さん、佐々木さん、で平岡さん、お願いします。よろしくお願いします。あら、柔軟やってましたよ、さっきまで。さっきは柔軟やったんですけど、今皆さん何をしてるんですか、はい、こちらウォーミングアップとして柔軟を行ったり、はい、機械体操は筋力が必要なので筋力トレーニングをしていたりします。あれ大事なんですね。ウォーミングアップですか、あれ。仕上がるよあれ。そもそも機械体操ってどういった競技なんですか。女子はここの床とあちらにある跳馬と段違い平行棒と平均台の4種目の技の難易度と美しさなどを点数で競います。あ、オリンピックですよ。どうやら夏の大会で素晴らしい成績を収めたと聞いたんですけど、どういった成績だった。中学と高校ともに近畿大会に団体で出場しました。おめでとうございます。近畿大会で素晴らしい。おめでとう。佐々木さんはさらに素晴らしい快挙の中で成し遂げたと聞いたんですけど、どうしてなりだったんですか。自分で言うんです。快挙の方お願いします。お願いします。2年連続でインターハイに出場しました。いや、すごい。すごいよ。すごいですよ。ということで近畿大会やインターハイメンバーが集まる機械体操の実力を見せていただけるということで、はい、何か見せていただくことで可能ですか。はい。じゃあ早速お願いし、準備の方お願いしてもいいですか。床で披露する回転技をお見せしたいと思います。いや、楽しみですね。回転技、ちょっとじゃあ準備の方お願いしていいですか。はい、準備して優しい。準備して。かわいい。回転技、すごい。どんな気になりますね、こちらね。はい、準備の方はいいですか。お、準備万端ということで、お、ユニフォーム。ユニフォームの日、お、すごいすごい。エメラルドグリーンですよ。じゃあ、準備の方、大丈夫ですか。じゃあ、準備できたらお願いします。迫力ある。準備できたらお願いします。部活での技と思えないよね、これオリンピックの技みたいな、すごかった、本当に。いける、すごい。いや、素晴らしかった、本当にね。目回ってない、大丈夫。いや、で、すごいね。後半は残りの3種をご紹介したいと思いますのでね、はい、ということでね、よろしくお願いします。あ、じゃあちょっとね、各々のちょっと柔軟ポーズで、ちょっと前半締めてもらいましょうか。そうだ、いいですか。じゃあ、それじゃいきます。せーの、はっ。うわ、美しい。ということで、後半もお楽しみに。今日はですね、向こう側女子大学附属中学高校からお伝えするんですけども、場所はですね、大学の施設からお伝えいたします。それでは呼んでみましょう。ブルーウェーブのお二人お願いします。はいはいはい、どうもどうも、ブルーウェーブです。お願いします。お願いします。今日はですね、向こう側女子大学附属中学校高等学校の機械体操部の方にやってきましたということで、はい、中学高校合わせて16人で活動してるらしいんですが、練習風景一旦見ていただいていいですか。こちら、見てください、すごい柔軟性。痛くないのこれ。すごいよこれ。すごい。本当に足開かない。左のロープがあるんですが、いやロープ、はい、こちらロープ、こちらなんと手の力だけで上がってるんですよこれ。サスケのファイナルでしたね。すごいよこれね。そうですね。いや、素晴らしい、こちらね。はいはいはい、いや、ただ西澤さん、機械体操ってそもそも何するか分かりますか。
定です。ロボットの機械じゃない。そんな1個目のお笑いするかね、ここに来て。いいじゃないか。いいじゃないか。まあまあまあ、ということでね、はい、機械体操部の活動を教えてもらいたいと思いますので、木下さん、佐々木さん、で平岡さん、お願いします。よろしくお願いします。あら、柔軟やってましたよ、さっきまで。さっきは柔軟やったんです。今、皆さん何をしてるんですか、はい、こちら。ウォーミングアップとして柔軟を行ったり、はい、機械体操は筋力が必要なので筋力トレーニングをしていたりします。あれ大事なんですね。ウォーミングアップですか、あれ。はい、仕上がるよあれ。そもそも機械体操ってどういった競技なんですか。女子はここの床とあちらにある跳馬と段違い平行棒と平均台の4種目の技の難易度と美しさなどを点数で競います。あ、オリンピックですよ。どうやら夏の大会で素晴らしい成績を収めたと聞いたんですけど、どういった成績だったんですか。中学と高校ともに近畿大会に団体で出場しました。おめでとうございます。近畿大会で素晴らしい。おめでとうございます。佐々木さんはさらに素晴らしい快挙の中で成し遂げたと聞いたんですけど、どうしてなりだったんですか。自分で言うんです。快挙の方お願いします。お願いします。2年連続でインターハイに出場しました。いや、すごい。すごいよ。すごいですよ。ということで近畿大会やインターハイメンバーが集まる機械体操の実力を見せていただけるということで、はい、何か見せていただくことで可能ですか。はい。じゃあ早速お願い、準備の方お願いしてもいいですか。イカで披露する回転技をお見せしたいと思います。いや、楽しみですね。回転技、ちょっとじゃあ準備の方お願いしていいですか。はい、準備して。やかしい。準備してかわいい。回転技、すごい。どんどん気になりますね、こちらね。はい、準備の方はいいですか。お、準備万端ということで、ユニフォーム、ユニフォームの、お、すごいすごい、エメラルドグリーンですよ。じゃあ準備の方大丈夫ですか。じゃあ準備できたらお願いします。おー、迫力。準備できたらお願いします。部活での技と思えないよ、このオリンピックの技みたいな、すごかった、本当に。いける、すごい。いや、素晴らしかった、本当にね。目回ってない、大丈夫だ。すごいね。後半は残りの3種をご紹介したいと思いますのでね、はい、ということでね、よろしくお願いします。あ、じゃあちょっとね、はい、各々のちょっと柔軟ポーズで、ちょっと前半締めてもらいましょうか。そうだ、いいですか。じゃあ、それじゃあいきます。せーの、はっ。うわー、美しい。ということで、後半もお楽しみに。最近目のぼやけ、かすみ気になりませんか。携帯電話にパソコン、テレビなどブルーライトが大きく影響しています。ブルーライトは目の奥の黄斑部に届くため目に悪影響を与えています。そこで目に大切な成分がルテインです。目の黄斑部に存在するルテインがブルーライトを吸収し、光の刺激から目を保護するんです。そこでルテイン配合、ヤワタのメラックスアイ。ヤワタのメラックスアイに贅沢に配合したルテインはブルーライトなど光の刺激からの保護やぼやけ、かすみの解消によって目の調子を整える機能があることが報告されています。実はこのルテイン、自分の体では作れない成分なんです。そのため積極的に摂取することが大切なんです。ヤワタのメラックスアイ一粒にルテインを 25mg 配合しました。これを食事で摂ろうと思うと、ブロッコリー約2個分、人参ならなんと約59本分。ルテイン配合ヤワタのメラックスアイ、2160円です。ぜひお試しください。そうよ、ルテインよ。ルテインが大事なのよ。食事だけでは摂りきれません。ライトなんともない。テレビもなんともない。ぼやけ、かすみ解消、ありがたいことです。死ぬまで飲むと思いますけども。皆さん注目、ヤワタのメラックスアイ一袋2160円が今なら3袋3000円半額以下。光の刺激が気になる方に3袋3000円。ただし今ご覧の先着100名初回限定。お申し込みは0120-443322番、今月末まで。元気を増やそう、やわた。続いては部活中継です。今日ご紹介するのは中高大一貫の向川女子大学附属中学高校です。今日はですね、大学の関連施設からお伝えいたします。
それでは読んでみましょう。住川さん、4番サード西澤さん。はいはい、どうもブルーウェーブです。お願いします。ちょっと前後半のつなぎ短いよ。頑張ろう頑張ろう。ということでね、向こう側女子大学附属中学高等学校の機械体操部の方でお邪魔しておりますということで、はい、この方はですね、大会の種目でもあります跳馬、平均台、段違い平行棒を3種目を見せていただきたいと思います。そんなにいいんですか。贅沢でございます。じゃあキャプテンの木下さん、はい、まずはこちら何を見せていただけるんですか。ここでは跳馬を披露します。跳馬、奥にあるロイター板で踏み切って、はい、着手してひねりや回転などのアクロバットの演技をします。なるほど。で、練習の時はポリンボートっていうこれを使ったりします。なんか見どころみたいなのってあるんですか、この競技の。たった数秒で演技が終わるので、はい、スピード感があってパワフルな演技が見どころです。なるほど、楽しみです。一瞬の、ね、技を見逃さないように、じゃあ早速、はい、狭間さんの方に技を披露していただきたいと思いますが、狭間さん準備の方いいですか。あ、じゃあ狭間さん準備できましたらお願いします。おバーコステー、はい、すごい、すごい、むちゃくちゃ飛んでたよこれ。すごかった、すごいな、いや、どうでしたか、どのぐらい練習したら今のできるようになるの。そうそうそう、すごいですね。中3の初めぐらいからやり始めて、はい、高1の大会で使えるようになりました。いや、すごいよこれ。1年でね。1年でできるもんなんだ。これからもね、頑張ってね、本当に。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごかったこれ。次はどういった種目を見せていただけるんですか。次は平均台を披露します。平均台もうすでに始まっていただいております。平均台高っ、思ってた平均台よりめちゃめちゃ高いんですけど。珍しいフォーショット。確かにこれすごいですよ。下谷さん、平均台してて、下谷さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。こちらはどういった競技なんですか。高さが1メートル25センチで、幅が10センチの台の上で、バク転などのアクロバット系の技とターンなどのダンス系の技を組み合わせて演技します。この上で、いや、すごいやん、それ。じゃあ、早速じゃあ見せていただいてもいいですか。あ、じゃあ、下田さん準備できましたらよろしくお願いします。これすごいよ。地上でも難しいのに、この高いところ、細いところで、怖さみたいなのないんですか。少し怖いですが、うん、練習頑張ってできるようになりました。いや、練習が自信だったんですね。練習でできるの。いや、素晴らしい指示ですね。小学校の平均台ってこんなに。いや、そうね。え、木下さん、ちょっと無茶なお願いがあるんですけど、この西澤さんにこの高さを体験して、ちょっと登ってみるとかっていいですか。全然大丈夫です。よかったよ、西澤。大丈夫ですか。この体型のやつ乗ったらあかんの。そんなことないよ。頑張って頑張って。壊したら弁償です、いや、怪我しないでください。いや、できる、アクス抜いてね。いや、いいですか。なんか動き硬いな、なんか動きが。どう、猫みたいになってるから足震えてる。何やこれ。どうどう、思てる5倍高いと思う。立つのも大変そう。いや、うん、高いからもう2センチに見えます、うん、さんが。2センチには見えへんよ、さすがに。じゃあ僕は何したいの。じゃあもう降りてきていただいていいですか。もう降りるだけ。高さ体験したんでね。いや、素晴らしかったですね。いや、何も渡してないよ。降りただけよ。降りただけ。どうでしょう、乗ってみて、これやっぱ。いやいやいや、危ないよ。安全面、できるね、安全面ちゃんとしてますんで、ね、いや、素晴らしかった。いや、ありがとうございます。すごい技をですね。いや、素晴らしかった。じゃあ、次の種目を紹介していただいていいですか、はい、最後はあちらの、はい、段違い平行棒になります。段違い平行棒、段違い平行棒、僕初めて見たんですけど、こちら、お名前よろしくお願いします。お待たせいたしました、本当ね。じゃあこちら、段違い平行棒して、はい、お名前の方、自己紹介の方お願いしてもいいですか。高井です。いや、よろしくお願いします。どういった競技なんですか。男子の鉄棒と平行棒の要素を合わせ持った女子特有の競技で、はい、2つの棒を使って車輪や跳ねれ技やひねりなどの演技を行います。すごい、これどういったところが魅力なんですか。今回高井さんにやってもらうのは、うん、はい、演技の最後にする折り技なので、はい、高さやダイナミックさが見どころです。なるほど、フィナーレの部分ということですね、はい、いや、素晴らしい、楽しみです。じゃあ、いけますか。準備の方お願いしてもいいですか。いや、これ緊張ですがね、やってみてきたら、お、まあ、楽に楽に
やすごかったこれ。リプレイ行ってもいいですか。いやだってもう一回見たよこれ。いやすごい。すごかった。えこれ結構、ね、かなり練習したんですかたくさん。はい。いやいや素晴らしい。どうでしたどうでした。期待の後輩ですかやっぱり。はい、何点でした。いや100点。100点。自分でどうでしたさっきの技は。ベリーグッチョ。ベリーグッチョ。出ました。ベリーグッチョ入りました。流行れベリーグッチョ。素晴らしい。ありがとうございました。いや素晴らしかったですね。伊沢さん実際に見ててどうでした。いやあんな距離でね見れるな。いやちょっと永久保存版ですよ。すごかったですね本当にね。じゃあ最後キャプテン、はい、これ部活の目標最後に聞かせていただいてもいいですか。中高ともに団体で全国大会に出場することです。はい、おやすばらしかったですね。絶対いけますよこれは。いやこれ部活を初めて見て、はい、やっぱ機械体操面白いなと思った点などありますか。やっぱ普段と違う感覚なので、うん、ちょっと違う感覚があるね。あの日常にはないあの高さとか。素晴らしいですね。あなるほどそういう意見はね。いやもう頑張ってくださいよ本当ね。じゃあもうその目標に向かってね、うん、もう体幹もうブレずに、うん、目標に向かってブレずに頑張ってほしいです。あ体幹とブレずかけたわけですね。ちょっと上手い、失敗しました。失敗してないよそんな。ボケ失敗とかないのよということで、ね、はい、今日はね向こう側女子大学附属中学校高等学校の機械体操部の凄晴らしい演技をねご紹介させていただきました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。いや感動した本当に。すごいよこれ頑張ってね大会も。あらまあすごい。ベリーグッチョ行く。ベリーグッチョあったよこれ。すごい。いや素晴らしいですね。ベリーグッチョでしたね。いや技術がやっぱ練習の成果がちゃんと出てましたよね。素晴らしかった。はい素晴らしい、ね、技術を見せていただきました。